く様々なことが起こっていきます。でもその中にあって、私たちは主よ、あなたを愛し、あなたを慕い求めます。私たちにあなたをもっと求める心、その上乾きの心を与えてください。私たちが乾けば乾くほど、主よ、あなたを満たしてくださるお方であることをありがとうございます。私たちの内側にあなたの恵みとあなたの愛と祝福があふれ流れるときに、私たちの生活を通してたくさんの方々が主よ、あなたの素晴らしさを知ることができますように。私たちの内側から主よ、あなたの愛をあふれ流れさせてください。そのために私たちが日々あなたに祈り、またあなたの御言葉を読み、その肉の糧、また霊の糧を蓄えていくことができますように、私たちを導いてください。そのためにも主よ、この教会をあなたが用いてください。この教会は主よ、あなたのものです。まだあなたの愛を知らないたくさんの救われるべき魂のもとに、私たちが出ていくことができますように、私たちが使わされていく先々であなたの栄光を表すことができますように、私たち一人一人を用いてください。すべてあなたの御手にお委ねします。今からもう一つの礼拝である献金を捧げていきます。神様、あなたが私たちに与えてくださっている素晴らしい恵みの中から、ほんの一部私たちの捧げることのできるものを捧げします。主よ、どうかそれをあなたが正しく、本当に清めて用いてください。捧げられる一人一人の信仰をあなたが祝福してください。捧げられるその一人一人の家庭の経済の祝福、また出会いの祝福、全ての領域において、あなたが行く前にも祝福してくださること、ありがとうございます。信仰を持ってお捧げします。主よ、あなたのために用いてください。全てあなたの御手にお委ねし、尊き主イエスキリストの御手によって感謝してお祈りします。アメン。アメン。感謝します。今から献金を捧げていきます。ご用意のある方は前の方に、もう一度 For all you've done、 本当に神様がなさった素晴らしいその御業をたたえて、元気よく賛美していきたいと思います。
Early this morning. Why don't we get began? Yeah. 先ほどのエイちゃんの友達がいたんですけども、でも賛美礼拝に参加してくれたということで、本当に感謝します。一旦アナウンスメントをさせてください。私たち家族は明日から CA のサクラメントというところに行ってきます。ですので、片道約3000キロのロードトリップですので、で皆さん、どちらもおられるようにお祈りください。で来週の日曜日は水野先生が、この場所に御言葉を取り継いでくださいます。ですから期待してですね、この場所に集ってくださればと思います。私たちは来週の10日、サンロレンゾの、島田先生の教会で奉仕がありますので、そのことも覚えておいてください。Pastor Mizuno will be speaking here the next Sunday. Same time, we'll be going for the CA in San Lorenzo in California. And we will be speaking at their church. Shimada Sensei, maybe some of you know. So please pray for us also. もう一点ですね、素晴らしい報告があるんですけども、リンタロとコちゃんがですね、学校でオーナー賞を取られたということで、I just want to congratulate リンタロとコちゃん。まさにモデルスチューデントですね、本当に嬉しく思います。私の母教会で以前この国公立の大学を目指していた学生がいまして、でも日曜日はこの教会に塾があると、だから教会をどうしようかと話したんですね。でも彼は、自分の意思でこの午前中は教会に来て、午後から塾に行って、約1年ぐらいの時間でしょうか。で見事、北大というですね、北海道の国公立の大学に合格しました。今北海道にいるんですけども、まさに私たちはこの死を第一とする中でこの社会に栄光を表していく、ね、でこれがモデルライフですね。今日のメッセージのタイトルなんです。私たちは本当にそのような姿で歩んでいきたいなと思います。リンタロとホーちゃんに本当に、称賛はしませんけど、イエス様だけなので本当にその努力を頂きたいと思います。So let us open up the Acts chapter 6 this morning. Today is bilingual service, so I'll be speaking in Japanese and English, so perfectly in the same time. But let's open up the 6章の、今日は1節から7節までをですね、お読みしたいと思います。We like to continue to learn from the Acts, and this morning we'd like to open up the Acts chapter 6, verse 1 through 7.視聴の時をずっと私公開で見てきてますけども、今日は6章の方で、ご一緒に皆さんとこのモデルライフということについてですね、学んでいきたいと思います。So we're going to read up in Japanese first, and Rita, could you read in English again? Verse 1 through 7. じゃあ皆さんでご一緒に読みしましょう。3、はい。その頃、弟子たちがウェルに連れて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語をユダヤ人たちに対して苦情を申し立った。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで準弟子は弟子たちと全員を引き締めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使うのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵と満ちました評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満たったステファノおよびピリポ、プロコロ、ニカナル、テモン、マルメナ、アンティオケの回収者ニコライを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。In those days, when the number of disciples was increasing, the Grecian Jews among complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. So the 12 gathered all the disciples together and said, "It would be right for us to neglect the ministry of the word of God in order
others choose 7 men from among you, who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn these responsibly over to them, and will give our attention to prayer and the ministry of the word. This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit. Also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a convert of Judaism. They presented these men to the apostles, who played and laid their hands on them. So the word of God spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. そして、お祈りしたいと思います。父よ、素晴らしいあなたの皆を心から賛美したいと思います。この朝、あなたがまたこの場所に神を愛し、またあなたに愛される者たちを集めてくださったことをありがとうございます。この朝も主よ、あなたがこの私たちに御霊の啓示を通し、御言葉を教えてくださり、主よ、私たちが父よ、あなたの心を本当に知り、また主よ、あなたの心をこの地域に表すものとして、この朝の御言葉を通して整えられていきますように、使わされていきますように、この場所にあなたを望んでください。素晴らしい主に期待します。愛するイエス・キリストの名を通してお願いします。先ほど、こうちゃんとりんたろうのことを、モデルスチューデントと言ったんですけども、この社会にはさまざまなこのモデル、カップルとかですね、モデルファミリーとか、そういった存在が存在しますね。で同時にこの教会というものにもモデルチャーチというものが存在します。もう人々がもう、羨むというよりも、ああいった教会になりたいなとか、こういった教会って素晴らしいな、人々は信仰に固く立ち、お互いに愛し合い、また救われる魂が毎日起こされている、まさにそのような教会ですね。 In a society, there is called a model, a couple, the families that everyone wants to pursue to be. And as well the church, there is called a model church in which people stand firm in their faith, love one another, and the soul to be saved in each day. で、まさに今朝読んだこの人の働きの教会というのはそのようなモデルチャージだ。もう誰もが羨むようなですね。2000年経った今も、こういった教会になりたいなと。And this first century church was exactly like that church. And even this day, a lot of people want to be like that church. しかしですね、今日のこの6章の冒頭で何が起こっているのかと言いますと、ちょっとした問題が起こるんですね。でも、しょうもないことって言ったらちょっとあれですけど、こんなことで、そうですかというようなぐらいの問題がここで起こっています。And knowing the all the good reputation of this ideal church, and chapter 6 began with a small problems, and we cannot even believe our eyes that such things was actually happening in the church. で、どのような問題かと言いますかね。例えてなら先週の姉妹がカレーライスを作ってきてくださいましたね。美味しいカレーを。皆さん食べましたか？で、その時にですね、私のカレーだけ肉が入っていない。こんなようなレベルですよ。誰が今日お昼ご飯を作るのかとかですね。来週は誰がカレーを作っていくのか。カレーじゃなくてもいいんですけど。そんなような問題が今日この6章でもう起こる。For example, Natsue san made a good curry last week for lunch. We enjoy it. The kids enjoy it. All of us enjoy it. But all the sudden, someone like spoke up and said, there's no meat.Veggies, maybe takuan. For example, takuan was last week. But things like that, the very small problems, they are like arguing among the church. で、これがモデルチャーチですかとですね、もう言いたくなるような問題がですね、この6章では書かれているわけですね。皆さんどうですか？私、この話を見るときにですね、励ましを受けるじゃないかなと思うんですね。And is this really model church that we are aiming? But as we read this story, I think we will be greatly encouraged by the same point we read. So
それは問題が、あることが問題ではないということなんです。教会においても、家庭においても、職場においても、私は様々な課題、問題にいつも直面しています。最近我が家の裏庭でですね、ほうれん草がですね、小松菜とほうれん草すごく元気よく育ってるんですよ。でも先日畑に根をやりに行ったらですね、葉っぱの一部が変色した穴が開いてるんですよ。虫に食われたんです。これ大問題じゃないですか。でもその時思ったんです。ああ、命がある証拠だな。もし命がない葉っぱであったら虫も気も止めないじゃないか。でも私たちにさまざまな、害虫といったりもありませんが、この問題を押し寄せるときに、それは私たちがまさに生かされているという話です。You know, problem itself is not a problem. You know, it's like even a church and a family, you know, even in this culture, we are facing all sorts of problems and issues that we need to face. 家庭や職場においてもそうです。そのときにはすぐに感謝ができないかもしれません。で皆さん、私たちはそのことを通して人格的に整えられていく、またそのことを通して主に目を向ける機会とされていく、このことをまず感謝したいなと思いますね。 And as we face the issues in our life, we may not give a thanks at the moment, but through the challenge, our personality or characteristics will be stretched, and the challenge becomes a great opportunity for us to look up to God.Let us encourage to give thanks. The situation. で、まあ、この6章においてはそういった現実な問題から始まってくるわけですが、理想的なこの教会というものはですね、まあ、家庭というものもそうかもしれない。それはぜひ皆さん、この問題がない家庭ではないと思います。でも絶えず解決するとか、主に目を向ける者たちであるということを思い覚えていませんか。With that in our mind,The idea of church and even family is not the one that doesn't have any problems, but rather the one who's faced forward to look up to God, to find a way to deal with this. で、今朝はですね、まあ、このモデルライフ、まあ、教会というこのコンテクストではなく、もう少し広い視野を持って、このモデルライフとしての歩みというのですね、御言葉から共に見ていきたいなと思いますね。というのは、私たちのこの生き様というのは、教会の中だけではなく、むしろこの社会に見て、まあ、多く表す機会があるんじゃないかなと思うわけですね。And in this morning, what I'd like to look at from this scripture is more like context of the church. It's not only the context of the church, but it's more like the context of our life. Because our lifestyle is oftentimes is revealed in our lifetime outside of the church. そうですね。で、その結果がですね、まず今日皆さんでこの7節を見ていきたいと思うんですけども、このように書かれてますね。神の言葉がますます、まあ、広まっていき、多くの弟子たちが増えていった。で、この、まあ、順番が一つ大事じゃないかな。神の言葉が広がっていくところにあって人々が増やされた。神の御国が拡大していくところ、先月になりますね、まあ、結婚式であったりとか、まあ、父の日であるようにたくさんの方々が来てくれていました。でその場所においてたくさんの方々に御言葉の種が分かれていました。でつい先日カナダ です、ね、私の友人のブライアン・トレイシー、父の日であるように来てくれたカップルなんですけども、あの時、来ていた学生がももかちゃんという方が先日信仰告白しました。皆さん驚きますよ。彼女が初めて福音を聞いたのは5月のアライズナイト、2ヶ月前ですよ。でその時私は思ったんです。非常に疑い深い顔ですね、礼拝に参加して、もうこの子二度と教会に来ないんじゃないかその時思ったんですよ。でもその彼女が父の礼拝にも来て、つい先日救われました。その話を聞いて私は、ああ、時が良くても私たちは御言葉を語っていかなきゃいけない。その機会あるたびに私たちは人々を招いてくることはどれほど大事であるかということですね。教えられたんですね。In verse 7, it says, we can see the result of the living such lifestyle. First of all, word of God is spread
and people will be increased. I think this is what's quite important. First of all, his word needs to be spread, and people will be increased. I think this is the reason that we need to be prepared to preach his word in a season, or maybe even out of season, and taking advantage of every opportunity to bring the people who invite his friends or families, and we need to sow his word and see, take every advantage of it, take every opportunity to spread his word. で、もう一つ大事な側面というのは、私たちこの神の御言葉を知る者たちが神の言葉に生きるようになる。そのところにおいて御言葉が広がる。 And another important aspect of spreading his word is as we live in his word will be spread. 一箇所御言葉を見ましょうか。第一テサロニケの一章の八節、ご一緒にじゃあ日本語と英語で読みましょうか。三、はい。主の言葉があなた方のところから出て、マケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、 In English, the word of the Lord has been spoken by you. In the country of Macedonia and Greece, the people of everywhere know of your faith. 英語の表現です。Without telling, 語らずしても福音が伝わっている。ハレルヤ。私は人として語ることに一生懸命になってしまう。これも大事なんです。でも、主が語るときに必ずしても福音が伝わる。で、この場所において、主の御言葉が響き渡るところにおいて何と書いてますか？あなた方の信仰も伝える。皆さん、神の言葉が生きていると人々が知るときというのはですね、私たちが神の言葉に生かされているということを人々が見るときではないでしょうか。 You know, His word and our faith goes together. It's always work together. And the people know that God's word is active and living when we fill with His word. Without telling.Or when we feel with it. で、この真理に気づいたときにですね、弟子たちは重大な間違いに気づきます。それが今日の2節なんですよ。And apostles realized this serious concern among the church. They came to realize verse 2. 皆さん、ご一緒に2節で。これになりますね。私たちが神の言葉を後回しにして、食卓のことに使えるのはよくありません。And they say that it wouldn't be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on the table. これに気づくんです。マリアとマルタがイエス様とその弟子たちを家にですね、歓迎した時にですね、マルタは非常に忙しく動き回ってましたね。覚えてますか？私たち先々週とたくさんのゲストスピーカー、まあ、ゲストの方がですね、お会いに来て、もうほとんど日替わりで寝泊まりされてました。で、本当にまあ妻がですね、まあ、労をしてくださって、また先週の日曜日はまいちゃんとかすうじとか、まいかちゃんが労をしてくださって、本当に彼らが喜んで帰っていた姿を見て嬉しくなりました。まあ、皆さんに本当に感謝しましたけども、だからマルタの気持ちがすごくわかるんですね。お客さん来るときにやっぱり私たちいろんな準備に追われませんから。で、片一方でこのマリアは主の足元にひれ伏して手伝わずに御言葉を見聞き、で、その時マルタがですね、妹に持って全部見てくださいと言って、で、メス様がこのように一言言いました。非常に有名なことですね。あなたはたくさんのことを心配している、でも大切なことは一つだけですよ。マリアはその大切な方を選んだ。 You know the story of Mary the mother that they welcomed Jesus in his companyMartha was working so hard to serve and welcome. And you know that how story ends. But Jesus said to Martha, you know, you are worried, distracted by many things. But there's only need of one thing.
話を読むときにどう思われますか？マリアは良くてマルタは悪かったと思いますか？違うんですよ。お互い素晴らしかったんです。グッドかバッドではないんです。マルタもグッドであった。でもマリアはベターだった。 You know the story that what the story teaches is not whether Mary was good and Martha was bad. No, both were important before God. ButThe story simply teaches that Mary chose the better one. 私たちはこの主への奉仕、礼拝もそうですね。捧げ物もそうです。絶えずより良いものを主に捧げるということが大事だと思うんですね。And this is a very important lesson for all of us. We always need to, as we come before Him and serve Him, we always need to give Him the better one. No good one.良いというのは時々私の信仰を眠らせます。これぐらいしてればいいと。でも死の前に持ってくるときは絶えずベターなものを。アメンでしょうか。これ素晴らしい教えですね。で、まあ、このマリアとマルタの話もそうですけども、この使徒の働きからも教えられるように、この神を第一とするということなんです。御言葉と祈り、この天と地を作られたお方、教会を作られたお方、また私たちを作られたお方を第一とするところにおいて、すべてのものが加えて与えられていますよ。これが聖書の約束なんですね。And God promised us that as we put God first, who made this heaven and earth, who made the church, and who made you and I, all things will be added to you, will be given to you. This is His.なぜ私たちはこのイエス・キリストという方を礼拝するんでしょうか。考えたことありますか、皆さん。神だからですか。まあ、それもあながち間違っていないです。But I want you to take a moment and think about why we worship God. Why we serve Him. 御言葉の答えは何ですね。読みましょうか。フィリピの2章7節、お願いしましょう。3、はい、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストと一緒に He made himself nothing and take the very nature of a servant。 まあこのご自分というのは、まあ、言うまでなくイエス様ご自身のことを指してますね。主ご自身はご自分を無にして、主はただ天から見下ろして私たちに何かをしなさいと語るだけではない。ご自分がこの地上に来られて、あの十字架の上で私たちの罪を許し、そして神との溝を埋めてくださった。私が今朝祈ることができる、礼拝することができる、皆さん教会でこのように交わることができるのも、イエス様がご自分を無にして使えるものを作られたんです。いつか私たちはこの方、You know, Jesus Christ is not just looking down from the heaven and speaks as to what to do, but He rather came down this earth to die for our sins, pay for our sins. And He made absolutely Himself nothing and take the very nature of it. This is why we worship Him. We serve Him. 皆さん、夫婦喧嘩して思いませんか？私よくこのネタ使うんですけども、毎日喧嘩してるわけじゃないです。たまに今喧嘩したりするんですけど、最近ですね、妻とこんなことがあったんですね。なんでそんなこと言うのっていうことを私が妻に言います。ちょっと気になる言葉がありました。でもよくよく考えたら、私も同じことを言ってたんですね。ないですか、こういう喧嘩。実は問題は自分自身の自分。これは夫婦関係だけじゃないですよ。育児においても、またこの地域との関わりのようにもそうなんです。案外私たちのうちにこの問題の根源があったりするんですね。で、その時にこの御言葉が上がってきたんです。イエス様はご自分を無にして私のもとに来てくださった。つくづく思わされますよ。この聖書に答えがある。私たちは自分を無にしなければ多分喧嘩も絶えないでしょう。争いも絶えないです。でも私たちを自我に死ねと言いましょうか。その時において、本当にそこに命が生まれている。
御言葉にすべての答えがありますね。これはちょっと訳しませんけども、でもマタイの5章においては平和を作るものは幸いです。その者たちは神の子供と呼ばれるからです。In Matthew chapter 5 said, Blessed are the peacemakers, for they will be called the Son of God. 皆さん、平和というのはですね、勝手に生まれてこないんですよ。Produce、作るもの。You know, peace itself is not self-produced. We need to produce the peace by living in His word. Remain in His word. 第2テモテの2章のこれらのところです。たくさん見事を見たいと思います。2章の8節3、はい、私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストのことをいつも思っていた。Remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from the dead. This is my God. 私は日々聖書に触れる中で、イエス様のことを思うんですね。十字架を見上げるんです。そのところにおいて、私の平和、心は平和に満たされていく。怒りの中にあっても自然と平和が満たされていく。主を思いなさいということなんですね。そして次の御言葉が素晴らしい。これ9節なんです。3、はい、私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながっています。しかし、神の言葉はつながれていません。In English, for which I am suffering.Even to the point of being chained like a criminal. But God's word is not changed. Somebody say amen. Amen. His word is never be changed. 私たちの思いとか感情とかマインドセットというのは人として環境に縛られます。しかし神の言葉はつながれていない。ですからイエス様がヨハネの8章の32節で真理はあなた方を自由にしている。You know, our mind, even body or mindset, sometimes may be changed by also the issues and problems around us. But His word never be changed. This is why Jesus said in John chapter 8, verse 32, Choose and set you free. これは驚くべき技ですね。先週、長谷川先生がこの場所で御言葉を取り継いでくださいましたね。夜、我が家と交わっている先生、このようなことを言いました。グレイスの方々は本当に解放されてますね。私たちがですね、いや、グレイスは解放されてますっていうのも素晴らしいですけど、初めてグレイスに来られた方なんですよ。解放されてますってこれ本物じゃないですか。ああ、聖霊様働いてるなと思いますね。そして、初聖言ってほしい、came to speak last week. He told me of the night.Your church was completely free by the Holy Spirit. I felt the presence of God. What a wonderful to hear. 6章の7節において御言葉に戻りますね。神の言葉はますます広がっていて、ここが素晴らしいんです。弟子たちだけではなく、何と書かれますか。多くの祭司たちが次々に信じ、皆さん、立法学者祭司というのは反キリスト者です。この当時アンティクライストです。迫害するものなんです、イエスは。でもその者たちが神の言葉に触れたことによって信仰へと入っていったわけ。 You know, Acts chapter 6 verse 7 say the word of God spread not only the disciples came to know ChristBut what it says here, the priest became obedient to the priest. You know, the priests in those days were anti-Christ. They despised, disliked Jesus Christ. But as they hear His word, listen carefully, they came to know Christ. 私たちのこの社会にもこの反キリストの霊というのは働いています。皆さんの家庭にも、社会にも、職場にも、教会に行くことというのは、すべてのものにとって楽なことではないんです。子供が行きたがらない。ご主人が賛同してくれない。これらの背後には絶えず、この反キリストの霊がある。
ですから私はその領域に対して持っていかないといけません。人ではないんです。しかし、今朝このことともに宣言したいと思います、ね、そのように私たちを迫害する者たちも主を信じる者と変えられていく。私たちが御言葉に満たされるときに、御言葉に生きるときに、また御言葉が家庭の中に満ちるときに、祭司たちが主に従っていくように、彼らも主に従う者へと変えられていくことを共に宣言したいと思います。 You know, spirit of the Antichrist is strongly working among the society andWe may not see it, but let all this power of the Spirit behind your spouse or kids or in this culture. But I want to declare that the priest, a priest, and the spirit of the Antichrist will be defeated when they hear the word of God. They will come to know the Christ. This is hope. 必ず彼らは主を信じるものだと言います。御言葉の権威です。2日目の言葉をご紹介します。時間がいいですか？第一手元の4章のご説明でしょう。3、はい、神の御言葉と祈りによって清められるからです。It is made holy by the word of God. 私たちを清めるものと整えるものは御言葉と祈りです。アメンでしょうか？次の言葉を言いましょう。使徒行伝の20章の3節。3、はい、御言葉はあなた方を育成し、御国を受け継がせることができる。The word of grace is which can build you up and to give you what you are to have. 御言葉が私たちを build up, make us strong, 強くしてくれる。もう一回しましょう。今日の読んだ話ですね。3、はい。彼らはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励んだ。And will give our attention to prayer. 人たちは主に目を向けるということが習慣だったんです。祈りと御言葉に私たちは生活のフォーカスを当てている。皆さん、祈りと御言葉にこの触れる時間を通してですね、一つ必ず起きる奇跡があるんです。皆さんが祈るときに必ずしもすぐ環境が変化するとは限りません。でも必ず一つ起こる奇跡があります。それはですね、私たちが変えられている環境や状況や人はすぐ変わらないかもしれない。でも祈りと御言葉に触れるときに私たち自身が変えられている。 You know, as we experience the time of the prayer and scripture, you may not see any externalchanges or transformation at the same time. But there's one thing, at least one thing, that one miracles will be taken up place as we pray and read scripture. That is, we will be changed. It may not be, you know, externally changed, but we,イエス様は、戻りますように言葉に、ご自分を無にして、お神様たくさん増えがあったと思うんですよ、私の生活を見たときに。でもまず主ご自身が無になって、使えるものの姿となって、私のもとに来てくださった。そこに命と救いがもたらされたんです。私はこの真理から決してそれてはいけない。皆さん問題解決を外に求めてませんか？ああ、もっとこうであったらいいのに。もっと夫が妻が、子供がこうであったらいいのに。でも、初めのステップはそこではないんです。私たちがまず変えられる。しばし問題の本質はここにあるんですよ。自我なんです。ぜひ皆さんこれ忘れないでください。祈りは働かれますよ。私のうちに働かれるんです。主が死んでくださった。Jesus Christ made himself absolutely nothing.Take the very nature of the story. This is the answer of the spiritual faith in general. We need to be changed first. でもう一人皆さんにお伝えしておきますね。これは自分の力ではできないんです。これは本当に望みだと思います。ですから人たちは、なんとかですか、この教会に使えるもの、人々に使える者たちにおいては、3節ですね。御霊と
知恵に満たされたものではものでなければいけない。ここが鍵なんです。And one more thing I need to mention there is the we cannot do by yourself to change yourself. We cannot make yourself nothing by our own strength, but by the power of the Holy Spirit. Yes, we can do. So this is why the those who serve the church or for the people in those days need to be filled the spirit and wisdom in verse 4. As they say, 聖霊様に本当に満たされる日、聖霊様を歓迎する日々を目指してみてください。これ開きませんけれども、イザヤ書の11章の2節、御霊は知恵の霊、知識の霊、能力、計り事、死を知る知識、死を恐れる霊である。聖霊様に頼ってみてください。その中で私たちは人々に仕えていく。必ず道ができていきますよ。Please ask your Holy Spirit to help your life. He is spirit of faith, of wisdom, and knowledge, and counsel. They are all written in Isaiah chapter 11, verse 2, which will not be later. 御霊に満たされた。そしてもう一つは、知恵に満たされたもの。これは人間的な how to だけではないんです。でも聖書が語る究極な知恵というのは、最後に一箇所を見ましょうか。第一コリントの一章の3です。最後の言葉です。3、はい。しかし、あなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとなられました。It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become the works of wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. 知恵に満たされたものというのは、主を恐れるもの、その心、主を恐れる心に満たされたものとされていること。これが聖書の中の知恵ですね。キリストは神の知恵となる。This is the ultimate wisdom that the Bible teaches, knowing the Christ and fear in Him. ぜひ皆さん、この御言葉と祈りによって私たちは、この新しい習慣を聖霊の助けによって整えられていく。そして本当に主を知る心で満たされていきたいと思います。Let us encourage each other to the next, as we begin next week, filled with the joy and His word and prayers.And let us welcome the Holy Spirit to help you. He's working. お願いしましょう。今日聖餐式がありますので、共に聖餐の恵みに預かっていきたいと思います。We have a communion service this morning. But before we take communion, let's take a moment. Please respond to today's message in your prayers. 今朝のメッセージ短く応答する時間を持っていきましょう。本当に私が御言葉と祈りに合わせて生活していく中で私自身が変えられていける聖霊様の助けを求めてしばらく祈っていきたいと思います。主あたりください。あなたがこの場所にいて、あなたがこの本当に礼拝の臨在の中にあってご自身の栄光を表してください。まあ、私たちがイエス様あなたがご自分を無にして使えるものとなってくださっている、あなたご自身のこの姿に習うものとしてこの場所に立てられていることを覚えます。一人一人に必要な御言葉を与え、またあなたへの信仰、またあなたへの愛、献身の思いによって満たしてくださいますように。聖霊様、働いてください。私たちを捉えてください。私の思いをあなただけに向けさせてください。すでにイエス・キリストを救い主と信じていらっしゃる方は、ご一緒にこの聖餐の恵みに預かっていきたいと思います。 If you believe in Jesus Christ as your personal Savior, please partake this communion service together. 今日は全ての方がイエス様を信じていらっしゃると思うんですけども、本当にこの素晴らしい恵みを神の家族として味わえることを感謝しています。じゃあ一人一人前の方に来てもらう。 Please come forward and take the cup and a piece of the bread and bring back to your seat and we're gonna take partake all together at the same time.
感謝を捧げて後ち、それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。入宿の後、杯をも同じようにしてくれました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。今しこなされたあの2000年前の素晴らしい皆さん、私たちの本当に信仰の原点でもある十字架を覚えてですね、共にクラッカーを使っていきたいと思います。皆さんで一緒に集めましょう。またこの杯は私の血による新しい契約です。私を覚えてこれを行いなさい。 This cup is a new covenant in my blood. Do this in remembrance of me.祝祷します。父なる神の愛、子なるイエス・キリストの恵み、聖霊との親しき深い、また親密な交わりが、この朝あなたが愛の御手を持って引き寄せてくださったあなたの愛する兄弟姉妹、息子娘たちの上に新しい習慣を豊かに注がれますように。御言葉と祈りによって私たちは自らの信仰の足を固め、また聖霊様あなたに頼る中で素晴らしい神の祝福と恵みを味わい知ることができますように。一度祝福し、イエス・キリストの名を通してお願いします。アメン。感謝します。御言葉と祈りに励みましょう。そんな意思を持って終わっていきたいと思います。